ピストン、チンカス無限と出てくるボーン。チレアス。はい、今日は盛り上がるマジックです。お楽しみください。実演お札貸してください。ありがとうございます。では給料日にお返しします。嘘です。折りたたみます。そしてメモ用紙でこちら覆います。ちゃんとこちらには野口さんがいらっしゃる状態です。割り箸を使います。お札の間に割り箸を差し込みます。差し込んだ状態でいきます。ぐざ、貫通します。ですがこれ強くふっと息をかけてあげると紙には穴が開いてますが、お札には穴が開いておりません。一切の無傷でございます。はい、では解説していきます。簡単にできます。仕掛けは割り箸にございます。一箇所がこのように折れているというものです。準備は箸を袋から取り出して、だいたいこのあたり根元付近から折り曲げてあげます。このようにテーブルに置いて少し乱雑に折り曲げます。乱雑に折り曲げてあげると、このままね差し込むとまたね取れなくなるよというものが仕掛けでございます。準備はこれをしっかり差し込んだ状態で袋の中にまた戻しておきます。そしたらお客様からお札を借ります。1枚札借りた方がより受けると思います。半分に折りたたみますが、少しずらした状態で折ります。手前側が少し長くなる状態でこのように折りたたみます。そしたらそこら辺にある紙何でも構いませんので、このようにカバーします。こちら側をもう一箇所折りたたんであげてもいいと思います。そしたら箸を取り出します。折れてるのが下側になるようにしきます。お札の間に箸を差し込んだように見せますが、実際このようにね半分だけ差し込んでます。上半分側だけがお札の間に挟まってますが、下はお札と白紙の間に挟まってます。この状態で差し込んで、このようなポジションで持ちます。そして親指と人差し指で下側だけですね、下側だけをこのように突き刺します。今このような状態になっております。一緒に動かしてあげて本当に貫通したように見せます。そしたら左手の人差し指でグッと押し込みます。グッと押し込んであげたら、このように取り出します。取り出してお箸は置きます。そしてこちらに注目させて、紙には穴が開いておりますが、お札には一切穴が開いておりませんと見せて終わりです。終わった状態で折れた割り箸がどうしても気になるという方は、千円札をお客様に渡してお調べくださいと言っている間に新しい箸と入れ替えればいいと思います。居酒屋などでこのような袋がない場合は、このような状態からスタートしてあげてもいいと思います。少しの準備でできる宴会芸にはもってこいのマジックだと思います。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。いざという時に思い出して思い切って突き刺してみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。